沖縄コザを地元の人がより深くよりディープに物、人、ことを発信するコザ好きや今後好きになってくれる方々に向けた沖縄市の情報発信番組です。こんばんは、ミキトニーこと糸数美希です。そして今月のゲスト MC はこの方。どうもこんばんは、ヒープーです。お願いいたします。よろしくお願いします。こんな感じのキャラ、カープのシャツに合わないっすね。沖縄といえばね、言わんけや。聞きさせられてるか、言わんけや。あの宮島さんもよろしくお願いします。だから違うってば。最高です。こんなヒープーさんと一緒にお届けしていきたいと思いますが、はい、早速コーナー行きましょうか。はい、オープニングコーナー、沖縄市コザのことならミキトニーに任せろのコーナー。ありがとうございます。はい、はい、問題です。じゃでん、はい、コザ市じゃなくて、うん、沖縄市が発足して何年？あぎじゃべ2024、今年です。はい、今年で50年を迎えました。もうそんなに経つんですね。そうなんです。令和6年、今年2024年の4月1日に沖縄市になって50年が経ちました。うん、すごいですね。そうなんですよ。私は三郷村側の人間なんですけど。三郷村だったんだよね。そう、コザ市と三郷村が合併して沖縄市になったのが、うん、今から50年前ということで。ねえ、そうなんですよ。素晴らしいじゃないですか。で、私もうこれびっくりしたのが、はい、市民にこう新しい名前何がいいかって公募を出したらしいんですよ。はいはいはい。で、アンケートを取ったら、うん、1位コザ市、あら、2位沖縄市、はあ、だったらしいんですけど、はあ、結局沖縄市になってるんですよ。なんでか、まあ、なんでかって言ったら、はあ、まあ、九州合併とかではなくて、はあ、まあ、なんていうかな、同率で一緒に合併してるから、はいはい、コザ市だけの名前だったらもう三郷村側から、ワッターワヤってなるわけですよ。なるほど。そうっていうので、じゃあ沖縄市にしましょうかっていうのになったらしいです。じゃあもう三郷のミーとコザの座でミザでいいやし。ノヤがミザ知り。逆でもいいけど。ザミ？コサト。ここはどういった施設というか、どういったサービス、施設ですか？妊婦さんから、うん、産後まで、うん、産後のママまでケアしていくような形で、施設としてはあるんですけど、うん、妊娠中は、今は 4D エコーで、4D で赤ちゃんの中の様子がよく見えるような画像を出しながらやっていってます。で、産後は産後ケアっていうのをやってるんですけど、産後のママたちをケアするっていう意味で、ゆっくり休めたりとか、あとはおっぱいのケアだったり、あとは育児悩んでる方とか、育児相談できない方が来たりとかで、うん、ゆっくり休めたりとか、やる授業があるんですけど、うん、それをやっています。いや、どうですか、このアベニューでこういったビジネスというか、うん、こういったサービスをやって、なんかもともとはやっぱり病院で、ね、それぞれ別の病院で働く助産師だったんですけど、病院以外でもやっぱりできることってあるよなとか、病院でいるとできなかったことがここだとできるよなっていうのとか、やっぱり私も30年ぐらい前このパークアベニューですごく遊んでたので、あの時みたいに楽しい場所になっていったらいいなっていうのもあって、やっぱりここに妊婦さんとか、その一緒に来てるお子さんとか、家族連れが通ることで活性化できるようなっていうのがあって、あの時の楽しさを取り戻したいじゃないですけど、確かに確かに、っていうのもあって、この元々沖縄市でこう生まれ育ったっていうところもリンクして、今はすごくやりがいを感じています。ここってこのアメリカ の、 あの要するに外国人の方も対応なさってるんですよね。かなり、まあ、日本人の方ももちろん OK なんですけど、うん、今のところ、まあ、シェア的にはもう8割9割は、ね、外国人の方です、ね、自分もなんか妊婦さん、外国人妊婦さん見かけるなと思ったら、うん、そういうことだったんですね。そうなんですよ。ってことはじゃあ、通訳。そうです、はい、どうですか、外国人の方っていうのはなんか、なんていうか、どういったサービス求められるとか、なんかやっぱり日本のきめ細かいサービスがすごい求められてて、やっぱそれでこの癖になっちゃうんですかね、この細かい助産師さんのこの指導とか、やっぱりしっかり見てあげるってところが気に入ってくれて、やっぱりリピートしてくれる方はすごい多いですね。ちなみにこれはもうベースの方にもこう PR してる。そうですね、はい、あと口コミで広がってってる。口コミでもうだいぶ広まってて、ね、すごいですよねこれ、うん、なんかこう
今までねこのコザの町のアメリカ人って言ったらどっちかというと若い人たちで朝まで飲むみたいな感じだけど、そうじゃないこうねママさんたちが来るって本当にまた雰囲気変わるし、なんかこれからねなんか飲食とかもこうどんどん別違う新たなサービスができそうですよね。人が増えていけばこの紹介してほしいって方も結構いて、この周りの飲食店さんにも声かけて、まあお互いこう何かできたらなと思って、活性化のためにそうですよね、あのいろんなところに紹介し、こちらでもこの外国人だけじゃなくて来てくださった方に、ま、マップ作りましょう、いいですね、作りましょう作りましょう英語で、ね、こういうのありますよっていうの、ね、これを教えていただければ、うんうんうん、なんかこれなんか一緒にビジネスできるような気がしてきた。俺翻訳もやってるのでぜひ、ですよねですよね、ぜひちょっと別件があるんで話、はい、この後でいいですか。妊娠中に通える回数っていうのが決まってて、うん、この保険の間で。あ、なるほど。そう、ただそれ以外にも実際に妊娠中って、うん、あのいろんなトラブルが起こったりとか、うんうん、もうなんだろうな、今日良くても明日何かが変化があったりっていうような毎日を過ごしている中で、うん、ああいう場所があるっていうだけでもすごくこうなんだろうな、心強いというかね。そうなんですよ。それがコザにあって、でなおかつこの場所だけじゃなくって、うん、周りみんなで盛り上がっていきましょうっていうところも、なんだろうな、こう一人ぼっちにしてないっていうか、うんうん、それだけ孤立してない、これ大事ね。そう、すごく大事なことだなってすごく思ったんですよね。似てて思ったのは、うん、1個はそのね、なんか3人 の, そのあれ何、看護師さんですか、助産師さんとか、そういうねとディレクターがこう座ってるのも、うん、完全にもう怒られてる旦那にしか見えなくて確かになんかちょっとしっかりしてくださいあんたみたいな、奥さんこんなに頑張ってんのよ、こっちはみたいな、なんか全然病院にも来ないみたいな毎日酒飲んで歩いてほなってみたいな感じの絵に見えたし、うん、で最後お金の話になってたんですよあんないい入り方だったのに。ほんと産前もそうですけど、産後のケアも結構、産後は割ともう1ヶ月後に病院来てください、赤ちゃんのケアがあるんでぐらいなんですよ、うんうん、え、ちょっと待って、初めてのことで分からんのにってなるから、そういう場所にまた駆け込んで、おっぱいとか結構トラブルあったりするんです。聞きますね。そう、子供のことも何がどうなのか分からないところで、ああいう場所が、産む前からサポ、自分のこと知ってて、その後もサポートしてくれるっていう場所があるっていうのはめちゃめちゃいいと思って。本当だよ、飲み歩いてばっかりだめよ本当になんで天眼さんで FM こそ今日来たかというと、はい、新社長に就任されたんですよね。はい、今 FM 小座の社長、社長っていう肩書きではあるんですが、いやもう本当にでもあの新しくね、はい、やった取り組みとしては何か FM 小座としていろいろやってると思うんですけど、はい、なんかね僕らと一緒に電飾、はい、あのね、うん、FM 小座かけるパワーカービー電飾プロジェクトっていうのも一緒にやらせてもらってるし、はい、イベントも一緒にやってるんですよ。でさらには念願の、念願の何がオープンしました？あのカフェバーですね。おうおう、はい、カフェ&バー、バーがオープンしまして、そうです、ね、5月からですね。だからそう、ちょっと新しくバーね、バーのオーナーっていうんですか、はい、女性のねミュージシャンですよね。はい、元琉球チームドンという肩書きがあって、なんか三味線を弾いてる方なんですけど、はい、もしかしてもしかして、もしかすると俺が知ってる人かもしれない、あの人かもしれないです、はい、ちょっと行ってきますんで、はい、お互い頑張りましょう。ぜひよろしくお願いします。おめでとう社長。ありがとう社長。小沢の裏側 FM 小沢さん、すいません、こんばんは。あの改めて自己紹介をこのカメラに向かってこんばんは、小沢の FM 小沢の中でバーをさせていただいてます、サーチです。よろしくお願いします。久しぶりだね。久しぶりです、うん、本当にもうしばらくね、うん、コロナの間は活動を全くしてなくて。あ、そうだよね、はい、なのでコロナの間はちょっと子供中心に、一生懸命動いてましたね、うんうん、そっか、バーだから、はい、じゃあここサーチのなんかおすすめをちょっと、うん、おすすめ、はい、飲みたいな。わかりました。今のところ私の一番おすすめが、うん、カバランウイスキーっていうのがあります。わかんない、初めて聞いた、はい、私あの音楽活動しながら、うん、初めて行った海外が台湾なんですよ、うん、で台湾で、うん、台湾ビールを、うん、おもてなしされた時に、うん、これも美味しいんだよっていう台湾の人がもう自慢の僕たちの国のお酒だみたいな、うん、
でこれは台湾のイーランという県で作られているカバランウイスキーなんだって言って、それを初めて私はウイスキーの中で初めて飲んで、なんか惚れまして、うさがみそうれ、うさがります、うさがります、うさがります、はい、あ、美味しい、美味しいですよね、フルーティーな、あ、本当だ本当だ、なんか優しいし、匂いもいいし、そう、なんか女性に飲みやすいというか、これアルコール入ってる、入ってますよ、いっぱい結構入ってるから、ティンサゴの花やちみさちにそみじうやのよしごとやちむにそみり、ありがとうございます、素晴らしい、ちょっと取り離さったすごい、これは皆さんここ来て台湾ウイスキーを飲みながらサーチの歌声聞いたら、もうこれはもう最高だわ、めんそれありがとうございます、ありがとうございます。コザの裏側、両方 V 見てたらやっぱこのね、うん、女性の強さみたいなの感じるよね、あなんかやっぱね沖縄市のね、そうですね、沖縄市にはなんかやっぱり女性もパワフルな方が多いイメージがありますんで、まあ女性の力も使って改めて沖縄市が盛り上がっていったらいいなと思っております。はい、あの必ず本物じゃないとダメなんですか、お酒は。普通さ、俺なんかだったらさ、例えば何々っていう飲み物ですと、はい、ね、これ作ると、うん、ありがとうございますと、うんうん、これ飲んで飲み物さ、ね、こう飲んでやって、やって、はい、置いて、うん、話を聞くと、そうですね、あ、そうなんですか、うん、歌聞く、うんうん、チャームチーやおー、はー、なったら弾いてる時も飲んでてよ、はーみたいな、完全プライベートやし、いや、弾いてる時馴染んできましたね。あ、はいはい、嬉しいです。はい、いやいや、ありがとうございます。めちゃくちゃやりやすいですよ。本当ですか。はい、あ、なんか普段ね、やっぱりこう進行する側にいるからね。あ、もうそうですよね、進行が上手ね私褒められてる、嬉しい楽い、本当ですか、もうほとんど台本見てないもんそうです、嬉しいわ、あんまりこうやって言ってくれる人いないんですよ。いやいやいや、素晴らしいですよ。本当ですか、もっと言え、頑張ってるわそうなんです。で、コザの裏側はあの基本的にお酒マジで飲んで、でもそのままじゃ飲みロケに行って、はい、終わった後もここで飲み続けて、おっしゃべ、2時ぐらいまで、はあ、飲んだりとか全然ありましたよね、独身時代は。あ、そう、やっぱり結婚して子供が生まれるとなかなか厳しくはなってきたんですけど、そう、それぐらい結構ガチめにね、テキーラとか飲みに行ったんですよ。これはロケね、何ね、な、分からない、飲み会ね、飲み会にカメラついてきたみたいな感じです。あ、飲み会だじゃんそう、カメラで撮られてる飲み会だ。そうで、しかもカメラが回ってないのにテキーラ飲まされたりするんです。じゃあ普通の飲み会やしそう、ただただメロメロ、ただの飲み会やし、そうなんです。でもね、コザってそういう場所なんですよ。あ、分かる、なんで分かります、分かる、食レポ、こう、はい、じゃあ今インサート撮ります、差し上げみたいな、うん、これももちろん大事なんですけど、いらんさ、分かります、楽しい、行きたい、これだけなんですよ。それはプライベートで行けいやいや、これいるだろ紹介するときこれはいるだろ、最低限、やっぱりとか、います、パーとか、いるでしょ、絶対やっぱり、なんでこれ省くばいや、もう、まあ、いいけど、大体わかるんじゃない、もうみんなほら、大体ね、お前テレビ作っといて大体でわかるだろうはないだろ、なんか大体でわかるだろうって、来たらわかるよ、家庭名店や誰でも来たらわかるよ、まあ、そんな感じのノリで、10年やっております我々、はい、ぜひじゃあ来週で最後ですけど、あ、そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、もうじゃあ来週にはもう沖縄市にもう引っ越しするぐらいの気持ちにね、持っていけるぐらいちょっと魅力をバーンと伝えていきたいと思いますので、うん、もう墓買おうかなと思って骨うずめてくれるの、墓3つくらい買おうかな、3つ多いな誰と誰と誰のやつ気になるじゃあまた来週、頭と胴体と足、え、悪うの悪うの落ち着かねえなそれまた
また来週です。バイバイ。